皆さん、こんにちは。ティーンダーのミラクルボーイ、キングタクです。キングタクの東京2020特別編。今日の特別編はですね、気になるのは難民選手団です。難民選手団って分かりますでしょうか？実はリオデジャネイロオリンピック、史上初めて難民選手団が構成したそうです。はい。難民となって母国から出場できない選手10を集めた複数域の混合チーム、南スーダン、母国が5人、あとはコンゴ、シリア2人、エチオピア1人、ケニア、ブラジル、ドイツなど滞在先から参加し、陸上、競泳、柔道などに出場したそうです。まあ、オリンピックを掲げて難民選手団が入場すると観客が立ち上がり、大きな拍手と歓声、地元ブラジル選手団を迎える声援がもう大きいです。はい。いやー、初めて知った人もいますね。はい。私ももちろん知ってます、今。もうじゃないですがね。はい。というわけで難民選手団についてお話ししました。バイバーイ。